3年前の伏線を回収した久保建英が天才すぎる。確かこれビジョレある時代だよな。ドラえもん歌っててきた。だけ可愛くて好き。この試合の相手もビジョレアルなんだよな。3年前から伏線張ってる久保天才すぎんだろ。タケコプター張った。やっぱ久保天才だな。しっかり伏線回収してくった。漫画家でもなれんじゃね。毎日投稿頑張るのでチャンネル登録お願いします。